どうも、スバタ7年ってことで、まあ、前回に引き続き、まあ、この埼玉湾の特産品の、エロガキっていう牡蠣を使った、まあ、牡蠣鍋をね、作っていこうと思ってるんだけども、まあ、冬と言ったら、まあ、鍋なんだけど、で、まあ、何のこと言ってるのかさっぱりわかんないってやつは、パート1の動画を見てくれ。で、そのまま見ねえバカしねえよって思ってる人は、まあ、何もわかんないまま見続けてくれ。ということで、この、埼玉湾さんのね、このエロ牡蠣を使った、まあ、牡蠣を作るにあたって、より豪華なね、鍋になるように、あ、火つけてねえよ、これ。まあ、より豪華な鍋になるように、いろんなものを用意した。例えば、あ、そうそう、なんかね、コメントでね、このエロ牡蠣が手に入んねえっていうね、やつがいるから、まあ、エロ牡蠣が手に入んなかったら、代わりにさ、この、広島産の牡蠣でもいいや。うん。で、それもねえっつんだったらもう、千葉県産の、ホンビノスがいてもいい。うん。でも、それでもねえっつんだったら、もうこの、もう虫雑魚でもいいや、もう。うん。それでもねえっつんだったら、もう、お前なんか、もう、おめえなんか、もう、神の餌でも食ってるよ。ってことで、沸騰してきたら、まず早速、この火の通りづらそうな、この埼玉湾の特産品のエロダコ、このタコ野郎、このタコ野郎は、このタコ野郎を入れていきちゃいます。もう、これもう、もう手なんか洗ってねえからね、もう男の料理だから手なんか洗わねえよ。これもう、これね、金ないでいいやもう。金じゃねえ、男は金じゃねえよ。あ、やめないこれ。発泡スチロールかなんか。てかなんかこれ、大丈夫これ。ちょっと洗ってくるわ、これ。洗ってきたから、これ入れるから。ね。で、次に、この、広島産の生牡蠣。うん。無論これがある人は、この埼玉湾の、このエロ牡蠣を使ってくれ。ない人は、こう代用品で、広島産の生牡蠣。これ、この、梅雨って使うのかなこれ。よくわからんな。あららら、あら、あら、あららら、あ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 ら、で、ちょっと火が弱まっちゃったから、まあこの、まあ俺もう、松の絵だから入れちゃうこれ。キノコ大好き、玉ねぎミックス。これも埼玉県産のエロ玉ねぎ、エロキノコ、あとエロ人参が入ってるから。これまあ全部多いから半分でいいや。こんな感じで入れちゃうね。でも日本って言ったら癖なんか、癖なんだけどこれ。癖で、とりあえず、日本人って出汁だから、まあ出汁をね、ちゃんと、取っていく。で、このね、出汁はこれ、ミツカンのこの、鍋の出汁を使う。うん。この、やっぱ大企業さんが作った方が美味しいに決まってんじゃん。俺が作る。俺みたいなゴミが作るより、この大企業さんが作った出汁の方が美味しいに決まってんだろ。分かりきったことはしない。もう自分じゃ作んない。この辺は。これね、入れていきます。火が全然、なんか、火力が足んねえぞ、これ。足りかな、ほんで。これの沸騰するまで待ちます。あ、これ、どうすかこれ、なんか、気持ち的にこれ、なんか、いらなくないこれ。いらないよねこれ。この埼玉湾のこの、エロガキ。いっか今回はこれ。いっかうん。いや、飾りとしておとこう。うん、この辺に。で、この、ホームドソガイも、まあ、どうすかこれ入れちゃうか。入れちゃえ。うん。なんか、これ、千葉県産つってもこれ東京湾なんだよね、実際これ。なんだろう関西臨海公園じゃん。関西臨海公園とかのディズニーランドの方で撮ったやつなんだよ、これ。なんか、で東京湾のだからな、ちょっと やめとこう。なんか、風評被害でなんか動画消されたやだから、いや、入れとくか、一個だけ。一個だけ入れるよ、じゃあ。あ、いや、いや、もう入れちゃえ、全部。あー、なんか、まずかったやだから、いいや。2個、うん。やっぱ全部入れちゃう。めんどくせえからもん。で、今食わなきゃ食わねえもんだってこれ。まあ、こんな感じで、まあ、一煮立ちしてください。これな、つゆ足んねえな、これ、多分これ。もう一個いっちゃいます。完成しました。すっごいね、すげえ迫力。では、早速食ってみよう。